します。来た、うわー、曲がってない曲がってない、この辺取れない、ダフんないでしょう。そこは小学校2年から全然できる。ナイス。あ、届かない。あ、ちょっと届いた。でさ、リサちゃんとか見てるとさ、うん、もうクラブこの辺でさ、もうほとんど足も曲げてないじゃん。うん、なんか私どんどんこうなっていくの。ああ、離れていくね。そう。うんうんうん、だから見てるとすごい近いもん、体と。大丈夫だよ、右。右手前。お、いいよこれ。いい。いいフェード。ちょい手前。だからみんなショートしたね。上げてんの？そんなことないよね。重いじゃない、空気が。重たいのかな。湿度がやっぱあるからさ。なんか重たい当たりだって。ね。まあ手前からの方がね、スコア出るから ね、うん、ね、あれ感はあるよね。でもあれ感はかなりあった。すごいショートだった。そんな感じに見えなかったけど、うん、なんか重たいね。もう空気が重た。ナイスアプローチ。一定のリズムだよね。うん、すごいショートだね。登り特にか。そうだね。こっちもめっちゃ結構ちょっと登ってたけども、つまらないね。ナイス。おー、ナイス。クルリンパ。ありがとうございます。ナイス。あ、バイ。入っちゃったな。いなくなっちゃった。入っちゃった。入っちゃった。ちょっとね、いつものスイングな感じじゃないの。多分ね、打ち上げのロケーションにやられた方。なるほど、いいアドバイス聞いた。打ち上げたくなるかも。うち面白いと思って打っちゃう。やらせないでいいな。ここで言う違いよね。あ、でも飛びすぎたら木邪魔そう。どうなんだろう。お、いいじゃん、ナイスショー。バッチシ、すごい。バッチシ、やっぱりリサ先生の後だとさ、なんかしょぼって感じ。3番です。はい。大丈夫。オッケー。てか狭いね。狭い。
になっててホール各ホール見える分やっぱ隣に行きやすいかもね、うん、非常に。なんか暑いね。暑いね。カートの側乗ってる時が一番涼しいね。男らしいグローブ使ってるねリサちゃん。本当だ。暑いよ。こんなんだったっけ。そう。そうだっけ。前いっぱいもらってて。ブリヂストンだからね。なんかゆるめ。あ、ゆるめがこの大きめ。21。本当だ、すごい手余ってるもん。そうなんだ。だって普通さ、これこういう感じだろ。なんかね、指がね、長いって作られてるみたいで。指長いからね、ちっちゃいのはめるとね、パパパ、あの、詰まっちゃう。そうなんだ。この辺でしょうか。この辺、この辺。普通に下通すとかじゃなくて下通さない。いやここはとことんやるらしいですよ。そうだよ、やんないとうまくなんないから。そうだね、本番でやれないとね。そういや結構これでしょ。それやっぱ仕上げ使えるためにこうできてない。あ、上に上がったわ、めっちゃ。上に行ったじゃん。上に。違うんだよ、私はもっとクーっていく、クーっていくことだったんだけどね。みんな刻んでます。いいやみたいな、いいやみたいになっちゃうとああなる。あれ大丈夫。いや大丈夫、でも全然いいとこ。なんだあれ。
ちょっと待って、計算しないと分かんないな。小学校2年から6年生から初めてとなるんだ。すいません、純ちゃんが打つんで1回ゴルフに戻ります。しようかな。隣に乗ったから。で、今日は女子4人でワイワイやってるんですが、意外と前との組と空いちゃうんで、ちょっとあんませかせかやってます。まだあんまゴルフ場の感じとかね、紹介できてないんですけど。ココちゃんダフったらめっちゃ面白かった。純ちゃんがダフったら面白いって言ってるけど、ダフんないでしょそこは。いやもう、あの人にゴゴゴゴゴンってやったら倒れ込んでた。そうだね。おお、頑張れ頑張れ。おー、ナイスキック、ナイスオン、ナイスオン、ナイスオン。おお、これまたいい人気だよ。ナイスオン。ゴルフ歴、そう、ゴルフ歴、小学校6年生の時に初めてランドして、今31ってことですね。そう、31。コピー最初は19。おおですね。おえ、でもリサちゃんはそれぐらい。11。じゃあ大体同じぐらい。17年ぐらい。おー、全然うまくなんない。19年。いや、めっちゃうまいし、めっちゃうまいよこれ以上。じゃあ純ちゃん、うちらまだ未来はあるよ。そうだね。あと9年私できるし、純ちゃん何年？5年。5年。おお、すごい、伸びしろしかないじゃん、うん、やった。でもただそっからスランプ待ってるから、ちょっと毎回やってんだけど、本当に大スランプとか私もっと買いたかったありました、スランプとか。スランプでもつい最近も全然パターどういう風に持ってるか分かんないとか、ドライバーと立った時に当たりそうにないみたいな不安があって、全然トータル的に面白くなかったみたいな。ある、その、だってリサちゃんもイップスなってる。3年半ぐらいイップスで、やばいね、本当に死んじゃうじゃんよね。本当に本当に前の90が99のセーフまで。よかったね。こんな飛ぶと思わなかった。次頑張って寄せます。よし、こっちに跳ねる。見ました、見ました。すごいね。すが。頑張って縮めないと。リサ先生に食らいつくよ。はい。負けないよ、じゅっちゃん。みんな一緒じゃん。そうそうそう。いける。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ。チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。